潰されている。テクノロジーが変わるにつけこういうものはなかなか変わらないんですね。ちょっとおかしいと思いませんか？どうもアレックスです。コーチやってます。何が50年間生活中であまり変わらないかというと、学校に見たら一目瞭然。その通り、それは教育です。何が変わらないかというと、前に動画で挙げたんですけれども、人間って2つの種類があります。まあ具体的にはちょっと多めに見たら4つの宝石に分かれます。でその宝石なんですけれども、ちょっと前の動画に見たんですが、これちょっと見てください。教育は猫派のために作られたわけです。まあ猫派じゃなくて猫の性格の人ですね。猫の性格の人ですね。犬の性格のために使ってない。犬の性格、まあ、ちょっとだけ取り上げたいんですが、まあ、例えばなんかクリエイティブの人ですね。ただ世の中ではああいう人は、まあ、例えばもう最初から俳優になりたいというのは、みんなはだいたいちょっと保守的な性格の、まあ、教育システムと、まあ、親の影響もそうですけれども、まあ、これもちょっと一緒に加えて、結構その夢が押し潰されるんですね。そのクリエイティブな夢ですね。ただですね、こういう合理的な言葉、ね、言葉じゃなくて、その合理的な仕事、まあ、弁護士とか、まあ、筋が関わる人ですね。でちょっと近い未来ではその計算というのはもう今はもう始まってるんですが、その AI というのをテクノロジーなんですけれども、はその計算に任される。どちらかというと人間よりも間違い率はほぼにゼロ、または効率もすごく早くて人間より計算力は優れている、早いだから。なのでこういう今は大丈夫ですけれども、でも将来でこういう仕事は、まあ、ロボットとか機械任せになると、そういう人はもうだんだんその需要が下がっていくんで、まあ、無職リストラになりますね。でそれを踏まえて人間って何があるかというと、どうやって自分の、まあ、能力をちゃんと生かすの、機械はできない、まあ、真似できないものですね。これはもうクリエイティブなもんですね。自分が何かを作る。機械は何も作らないんですね。ただその方式によって働けるだけです。だからこうクリエイティブのものですけれども、これはもう将来で結構大事になります。もちろん情報の習得するとか、まあいろんな意味で、だそこからその情報から自分のクリエイティブものを作るのは将来の、まあ、人間の、まあ、結構高いプロフィットをもらうの仕事になります。ですが現在の教育システムはこういうものはしない。もうクリエイティブの人は、まあ、出る杭は打つですね。まあ、日本だったらシステムだったら失敗はお前はダメですというの形ですけれども、ただし起業者とかの考え方ですね、ちょっとエリートの考え方ですね。でそのエリートの考え方は、失敗は新しいのチャンスです、また成長できるということです。この失敗をちゃんと分析したら成長できるです。反省するの時間はもったいないんですから、時間の粗末に過ぎないんです。だから、
失敗というのは実際の失敗ではないんです。これは失敗と見なくちゃダメです。周りは何が言おうがなかろうが、自分は自分だけを分かります。周りは自分を分からない。自分の頭の中で見ないんです。心は見ないんです。だから最近はその人が、まあ、インフルエンス、まあ、YouTuber とか結構、まあ、人を影響させるの人は結構最近増えてるんですけれども、どちらかというとこれは将来の、まあ、今も始まるんですけれども、これは将来のビジネスになります。もちろん普通の仕事をやってる人も必要なんですけれども、でももっと長めで見たらもう全てなんかその労働力は機械がやってますから、人間はそうやらなくてもいいです、将来的には。だから自分が本当に一番やりたいことをやるべきです。ただし現在の教育システムは、自分はクリエイティブになるとお前はその人と、まあ、みんなと違って KY できないから、その KY できないの理由をして、まあ潰せる、その夢は。もちろんまあ、教師のために、教師からそれを聞いたらそれは多分気づかないんですね。お前はダメとか言ったら、ちょっと例だけ挙げれれば、まあ、例えばね、その子供だったら、まあ、店に入ったら子供は、ああ、このおもちゃが欲しい、このおもちゃが欲しい、このおもちゃが欲しい、お父さん買ってください、お父さん買ってください、このおもちゃだったんですけれども、そのお父さんは、上司から結構、けなされたから、あまり、なんか、ご機嫌ではないんですね、結構。だから、まあその悪い日というか、まあそのあまりね、気持ち的には合わないというか、まあ良きならないというか、だからそのお父さんは何言ってるかというと、買わない、お前はダメだから、お前はそのおもちゃと買うのはもったいないだから。その時は何が怒るって分かりますか？その父さんのために、それはただの言い方ですけれども、ただそのせがれの心の中では傷がその時点でつけてる。でその傷はずっと、まあ、死ぬまで残り続けている。でその傷はどうやって乗り越えるかとは、やっぱりそれマインドセットですね。マインドセットですね。でそのマインドセットはちゃんと鍛えれば、どんな教育システムであれ、自分が自分のままで生きてるからこそ、周りはどうでもいいです。自分が欲しいことをやってるからこそ、周りを幸せにする。この考え方を持ってれば持ってると、その教育システムももちろん改善すべきだと思います。どちらかというと、現在はもう半分、まあ、世界の人類は半分は、その教育システムに当てはまらない。ずっと潰されている。ずっと潰されている。その世界の人類の半分の夢はずっと潰されている。教育システムで。そのマインセットが襲われないから。普通の教育だったら。でもね、前に言ったんですけれども、そのマインセットを本当に変えたれば、そのうつぶされたの夢でも、
また生え上げる、また蘇る、そしてそのつぼみはまた開ける。その挑戦は今からは何時間、ちょっと自分の時間を見て、でその同じ時間で目覚まし時計をつけてください。で今の時点から明日までの、まあその目覚まし時計が鳴いたら自分自身を切ってください。今のやってることは本当に俺がやりたいことですか？そして本当に、まあそれを、まあ、ずっとやり続けたいものですか？本当にやってほしいものですか？で、その答えは明日で書いてください。その答えは、まあ、自分の心を聞いてくださいね。その答えはいいえだったら、まあ、どっちかというとその5秒ルールを使って、でその答えはいいえだったらそのものをなるべく早く、まあ、即刻でやめてください。すぐにやめてください。どちらかというと、そのやめれなければ、自分が同じパターンはずっと走り続ける。で、同じパターンをずっと走り続けると何も変わらないんです。自分は過去に住んでるわけです。あなたの将来は、あなたは自分の手のひらに握ってるわけです。だから、その将来をちゃんと掴んでください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。または、その、同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録をもお願いいたします。さらにこう種が入ってるなんですけれども、こう変ですけれども、でそこでその種を押したりするとノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって